文化コースローン E1 受講生の皆さんこんにちは前回前々回とタイの都市を取り上げてお話をしてきましたで今日はタイに隣接する隣国ラオスの2つの都市、まあ、世界遺産都市であるルアンパバーンと首都のビエンチャンこの2つを取り上げてお話をしたいと思いますラオスは僕はとても好きな国でもう何十回と訪れています で右のに載せている写真は、えー、ラオスの首都ビエンチャンにある、えー、あるパトゥーサイという凱旋、まあ、門がありまして、えー、そこからあ、えー、写真を撮っているう、まあ、少年層のお後ろ姿です、えー。この写真も、まあ、自分自身とても気に入ってるんですけども、えーまあ、この写真からあの見えてくる醸し出される、えー、ラオスという雰囲気 人々の優しさ温かさこれがとても好きでよく癒されに行っていますそれではラオスについてお話をしましょうラオスは東南アジア大陸部に位置していて周りをミャンマータイカンボジアベトナムそして中国にま囲まれています右の地図を見ていただくと分かるようにラオスには海がありません すべて隣接する国々と接している内陸国家です首都のビエンチャンはタイとの国境にありますメコン川をを挟んで橋を渡るともうタイになりますそしてもう一つの都市ルアンパバーンというのはビエンチャンから北に行ったところにある内陸の都市ですこのンンパバーンは ラオ族の建てた国の発祥の地として古都と,として知られている町ですそれではまずラオスの外境について見ておきたいと思います正式名称はラオス人民共和国ラオピーポルズディモクラティックリパブリックと言います面積は23.8万平方キロですから日本の約3分の2 人口は676万人、まあ日本の18分の1ぐらいですから、まあ非常に小さい国です。首都ビエンチャンでもまあ人口が70万人と、まあこれも首都としては非常に小さい町です。もう一つお話をするランパワンは、1995年に世界遺産に指定されて、たくさんの観光客を迎えている、まあ観光都市でもあります。 主要言語語はラオ語またフランスの植民地になってった経緯もあって、まあ、フランス語を格好でつけていますが、まあ、ラオ語です。まあ、ラオ語というのはタイ語と非常に近い言葉で例えばラオスの人たちはもうほぼタイ人の話すタイ語が分かる。でまあ、タイ人も、まあ、ラオ語かなり分かるということで僕もあのタイ語を勉強して た後にラオ語も勉強を少ししましたけどもタイ語をベースにして言い回しとか言葉とかを変えていけばラオ語になりますので多少はわかります民族は低地ラオ族すなわち平地に住むラオ族が60%その他49の民族がいるんですけどもこの中には産地に住む産地ラオ族 モン族など、えーまあ、少数派の集団がたくさん住んでいる、まあ、これも特徴です。え通貨は切符と言いますで、えー、とお12月12日時点の,あの日本の円とラオス切符の交わせルートを調べましたところ、えー、1万切符が110円ということで、えー、例えばあラオスに行って両替、えー、をするときに 日本円で1万円を両替するとすると大体いい約100万切符ぐらいがきます一瞬ものすごいお金持ちになったような気がしますが錯覚です民族構成先ほども少し触れましたが主要民族はラオ族6割タイ族と同じ民族タイの東北部に住む人たちと同じです その他49の少数民族の中にはモン族、ヤオ族などタイに住む少数民族と同じ人たちもいますし他にヌン族、アカタイ族、タイ族、カー族、ラウトゥン族とも言いますまこういう人たちが住んでいます都市部にはカキョウ、カジ中国系のルーツを持つ人たちが約10万人またベトナム人が3万人住んでいると言われています 宗教はタイと同じ定座仏教ですラオ系住民のほとんどがこの定座仏教を信仰しています山岳少数民族の中には一部異なっています1947年の憲法でこの仏教はラオスの国境になっています人総数は約1700余り僧侶約16000人余り でこれはあのちょっと非常に古い統計なんですけども、えー、いろいろ調べるんですがなかなか新しい統計が出てきていませんので、えーまあ、実際には、まあ、人相数はよく分かりませんが僧侶の数はこれより増えていいると思います、まあ、それから、まあ、どの国もどの社会にもありますけども精霊信仰があって、まあ、その一つはプーター神という呼ばれる神様です。 さて今日最初に話するのは世界遺産都市ンンパバーンです1353年タイに初めてタイ族の王朝国家ができた約100年後になりますけどもこのラオスの地でファーグムという王様がラオ族による最初の統一国家ランサーン王国というのを建国します。このランサーン王国があったのがこのルアンパバーンということです。 ランというのは100万という意味、サンというのは象を意味するラオ語です。すなわちランサン王国というのは100万頭の象の国ということになります。その領域はメコン川中流域からコラト高原、まあ現在のタイの東北部を占めており、まあ一時的にですがマチェンマイなどを服属させたこともあります。 16世紀半ば1500年代の半ばにセーター・ティラート王という王様がいたんですけどもその時ビルマの侵攻によって首都をビエンチャンに移しましたこの侵攻は進むというよりも侵入する侵入して入るですねその侵攻ですねそして1637年 スリニャンウォンサーオという王様が即位して、富国強兵策を進め。まあ、国を富ませる。ことに、まあ、邁進します。まあ、その同じ頃、1641年には。オランダ商人が交易のために、いい、トライをしたと。いう記録が残っています。まあ、ポイントは。このラオ族が建てた。初めての王朝国家。ランサン王国の、まあ、首都。まあ、中心地であったところが。 このルアンパバーンという世界遺産都市ということです。大系の民族ラオ族もそうですけども山に囲まれた盆地上の地形があってそこにかなり大きな川が流れているこれがあのラオ族やタイ族が村あるいは国を作る一つの地理的な条件なんですけどもルアンパバーンは周囲を山に囲まれた盆地上の土地 があり、その中をメコン川が流れています。そこに国ができます。国のことをムアンという風に言います。こうして14世紀半ばにランサン王国が起こったわけです。写真の左はそのランサン王国の旧王宮のが写真の下の方に見えます。ランサン王国の中心です。現在はルアンパバーン国立博物館として。 えー、まあ使われていて、えーまあ、こじんまりしてますけどとともとてもいい博物館です。えー、右の写真はあの私なんですけども何度も何度もこの町を訪れてまあ例えば、えー、メコン川あで、まあ、船をチャーターして、まあ、船に乗って、まあ、川下り川上りをすると。何時間も何時時間間もも ゆったりと流れるメコン川の流れに身を任せて、まあ、何も考えずにぼーっと景色を眺めているこれがとても好きです。であの右の写真はこのランパバンの町の中心部にあるプーシーの丘という、まあ、標高でいうと1 0 0メートルちょっとの丘に登ってその上から、まあ、市内を見ているところですね。 まあこの丘の丘上にもあのお寺があります、えー、先ほどメコン川をまあ船でぼーっとしてあの川上り川下りするって言いましたけども、えー、まあその時に必ず立ち寄るのが左の写真ですが、えー、まあ仏像がもう何体も何体も,もうまあ何百体もですね、えー、安置してあるまあ洞窟があって、えー、まあここは観光地の一つにもなってるんですけども。 まこういうちょっとあの自分で言うのなんですけども、ま素敵な写真が撮れる場所です。それから右の写真はランパバーン市内を着発する僧侶たちの様子です。まあ町の人々がえまあ,あの道路に座って着発する操縦にま食べ物などを差し上げているのがわかると思います。このランパバーンの朝の着発っていうのはまあ一つこう。 名物というか観光客もにとっても早起きをしてぜひ見たい風景の一つですさて都市を見ながらラオスの歴史についても引き続き見ておきたいと思います18世紀の初めこのランサン王国は王位継承をめぐる内紛が起こってそのことによってルアンパバーンビエンチャン チャンパサックという三つの王国に分裂をしてしまいます。まあ三つに分裂をするとその力はあのぐっと弱まりますので、えー、当然周辺諸国のおまあ餌食になる。えー、すなわち、えー、まあ隣国のビルマやシャム、ベトナムなどによってまあ領土を侵食され、さらに弱体化が進みます。特に18世紀の後半。<laughs> えー まあ、バンコクに、まあ、新しい王朝着陸王朝を建てて、えーまあ、国づくりを始めたシャムはこのランプラワンウィ、えー、エンチャンチャンパサクの3、まあ、王国を続国化し、し一部併合することに成功します。また19世紀になりますとベトナムのグエン朝が北部ラオス、えー、シェンクワン地方を自分の領土に編入する、まあ、こういうふうなあ歴史的なプロセスを経て タイ当時のシャムとベトナムの両属状態に置かれますそこに19世紀の半ば過ぎからこの地に勢力を伸ばしてきた植民地支配勢力のフランスが付け込んでこの地に植民地化を進めていくわけです。 ランプラバーンとかこのビエンチャンなどのまあラオスの街を歩いているとフランス語表記がよく見られますでこれはフランスの植民地であったまあ名残なんですけどもこのフランスの進出というのは19世紀の後半に始まりまりす先にフランスはカンボジアベトナムに進出をした後まあラオスに進出をしてきますが1886年 フランス領事のラオス駐在をシャム当時のシャム現在のタイに認めさせるタイが当時のラオスを属国状態にしていましたのでタイに圧力を受けてフランスの領事がラオスに駐在することを認めさせたということですまた1893年にはフランスは軍艦2隻を そのタイランド湾から北上させてチャオプラヤ川を上ってバンコクの近くまで進めて、まあ、シャムを威嚇します。まあ、これはあのシャム危機とかパークナーム事件パークナームというのはタイ語で河口という意味ですね。パークというのが入り口南部が水水の入り口で、まあ、川の河口火口に口を フランス軍艦がやってきてタイを威嚇したまあ、そういう事件ですまあ、このことによってフランスとシャムは条約を締結してフランスはラオスに対する保護権を獲得することになりますまあ、タイ自体もその植民地支配をされる危機的な状況にもあったわけですのでまあ、ここではフランスの言うことをまあ飲まざるを得なかったわけです まあこうして1899年にはフランスはラオスをフランス領インドシナに編入をして、えーまあ、先に編入していたベトナムカンボジアとともにこのラオスもフランスの植民地になっていきます。でフランスはどういう統治の仕方をしたかというと、えー、まず民族分断統治をします。まあ いろんな民族がいてその民族が団結して植民地支配者であるフランスに抵抗すると困るのでそれを分断する政策をとるまた過酷な税と部薬を課して支配をするあるいは愚民政策をとります、えー、すなわち高等教育機関を設置せずに、えー、つまりあの有能な人材が育たないようにすると。 あまり有能な人材が育つとその植民地派に対する抵抗運動が起きるからということですね。そしてまあインフラをあまり整備しませんでした。でこの整備をしなかったのは、まあ、一つはあ,のあんまりこう利点がなかった。でラオスはベトナムとかに比べてあるいはカンボジアに比べて海がないので、まあ、外に出ていくこの交易の利点があまりなかったこと。 まあこここういうことも関係していると思います。まあそうは言っても二十世紀前半になるとさすがにこの植民支配に対するまあ抵抗が起きるわけですけども、えー、まあラオスではカ族の反乱まあ千百一年から三十五年ぐらい続きます。あるいはモン族の放棄千百十二年から七年間続きます。まあこういう自然発生的な反仏放棄がえ起きますけども。 植民支配勢力のフランスを追い詰めるところまでは至らなかったわけですこの20世紀前半はこのラオスのみならず東南アジアのいろんな国や地域で植民地支配をしている欧米列強に対する反乱あるいは抵抗の動きがあったことを一応付け加えておきたいと思います。これはビエンチャンの写真です。 左の写真はパトゥーサイと呼ばれる凱旋門の上から見たビエンチャン市内です。今日の授業の一番最初の表紙に少年層が写ってました、まあ、その写真を見ていただきましたけども、まあ、その少年層が見ていたところと同じところから見たビエンチャン市内、えー、見ていただくと分かるように <laughs> 高い建物がほとんどないことが分かります。でこれははちょっと古い写真なんですけども、えー、まあ最近は少しあの 高いまあ十数階建てのホテルなんかも建っていますが、基本的にまあ高い建物がないですね。そしてあの町の作りが非常にあのフランスのパリなどに似ていることを、まあ、実際行って歩いてみるとこう感じます。右の写真はビエンチャン市内にあるまあフランス風のホテルです。で、まあ非常にこう精巧なおしゃれな感じで。 2階建てからまあ5階建てぐらいのお作りになっている。ああの右の写真の下の小さいホテルは僕が泊まったところです。泊まったことがあるホテルです。さて、このお2つの都市、ルアンパバーンもビエンチャンもえ日本と全く関わりがないわけではありません。というのも、 1941年、えーまあ、日本が真珠湾攻撃をしたりあるいは、えーまあ、マレー半島に、まあ、上陸して、えー、シンガポールマレーシアを攻略したりする、まあ、そういう作戦を取る約1年前、えー、日本軍はフランンス領イドシナに進をしますここは北部フランス領の普通が抜けていますねごめんなさいフランス領インドシナに進駐を返します。あえーここは北部 でここで、えーまあ、日本とフランスの、まあ、共同支配体制、えー、になるわけですけどもなぜフランスがそれを許したかというとすで、えー、にヨーロッパでは第二次世界大戦が始まっていて大、まあ、戦の初期の頃は、まあ、ドイツの快進撃が続いていて、まあ、フランスやイギリスは、まあ、ドイツにコテンパンにやられていたて、ねまあ、そこでその、まあ、東南アジアにいい傾注する力をこう 注ぐ余裕がなかったんですね。まあそういうことで日仏共同支配体制がなされます。まあその後、まああまりこう大きな動きというのはあの表面的には見られないんですけども、まあ日本軍はタイに進駐をして、えー、まあタイを拠点に、いいまあ西や南でまあイギリスとすなわちアのビルマや マレーシアシンガポールを植民地愛しているイギリスとそれから、まあ、あの東の方ではまあフランスと対峙するわけですけど,けども、えーまあ、イギリスとのこう戦いほど、まあ、フランスとの戦いというのはあそう苛烈を極めるものではありませんでした。まあ、そして1945年になりますもう終戦の色が濃くなってきますと。 日仏共同支配の破棄を行いますこれは日本軍のクーデターによるものです。えー、というのは、まあ、日本軍が力があったというよりも、えーまあ、こういう共同支配を破棄して何とかしなければならないほど、まあ、逆に日本軍が追い詰められていたと,ということを示している、まあ、一つの根拠になります。の翌月4月には日本軍がランパバーン を新玉シーサワンウォン王というま、当時の王様にラオス独立宣言をさせます。ま、日本はこの前から大東亜共栄圏構想というのを構想していて、ま日本を中心とした広く。まあ東アジア東南アジアあるいはま太平洋地域も含んだえま支配を目論んでいたんですけども。 そういう流れの中でこのラオスの独立を宣言させて事実上日本が支配をしようという目論みをするわけです。しかしそういった目論みとは裏腹に8月に日本はポツダム宣言を受諾して連合軍に無条件降伏をし敗戦を迎えるわけですね。で戦争がありますといろいろ動きが出てきますが。 10月に自由ラオというラオ・イッサラというグループがビエンチャンに臨時政府を樹立しますこの臨時政府は翌年4月にタイへ移り亡命政府になりますそしてシーサワン・ウォンゴーという日本側に擁立されたルアンパバーにいた王様はこの時フランス側すなわち植民地政府側に つくという選択を取りました翌年8月になりますとラオスはフランスと協定を結びますそしてフランスはランパバーンのシーサワン・ウォン王がラオスの代表となることを認め内政自治権を付与しますしかしまだ独立をしたということではありません自治権を付与したということ 1947年には憲法がまあ制定されてまあここで先ほど言いましたように仏教がまあ国教という,ふうに認められますでこの年フランス連合内のまあ共同国としての独立をまあ勝ち取るわけですけどもまだこの時点では完全な主権国家ではありませんまあその後約6年のまあ歳月を経て1953年10月 ラオスの王国政府はフランスとの間で友好連合条約を締結しラオス完全独立を達成しますこのラオスの完全独立というのはそのラオスの人たちの努力によるところも大きいわけですけどもフランスはベトナムなども支配していましたけどもベトナムでも例えばディエン・ビエン風の戦いという まあ、あの首都ハノイの西の方内陸部にあるところのまあ激戦で、まあ、ベトナムにまあ敗北をしたりして、まあ、非常にこう東南アジアでのこう支配力力がどん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 落ちていってたんですね、まあ、そういうことも相まって独立を達成することとできたということですで、まあ、この頃は東西冷戦構造のまあ真っただ中にあり えー、まああのよく知られているように、まあ、ベトナムでも、まあ、北と南での対立が深まっていき、えー、隣国カンボジアでも、まあ、内戦状態にあると、えー、そういう非常にあの不安定な時期であったということをお記憶しておかなければいけません。えー、ベトナム戦争は1975年4月に、えー、まあ 北ベトナムの勝利によって、まあ、終結をします。で、カンボジアもずっと内戦が続きこの1975年には、えーまあ、カンボジアではクメール・ルージュという、えー、毛沢東、まあ、中国の毛沢東の、まあ、共産主義に非常にこう共鳴している、えーまあ、一団、えー、ポル・ポトという指導者が率いる、まあ、クメール・ルージュが、えー、プノンペン首都に入城して、えー、支配を強めていきます。 こういった状況の中でラオスも国内の混乱状態が起ききていきます。このベトナム戦争ですけどもラオスの山岳地帯にはモン族という人たちが住んでいますけどもこのモン族は戦争中はアメリカ側に着くことになります。アメリカとモン族が協定を結んでモン族はアメリカに協力をしてベトナム戦争を戦う。ということで まあ、ラオス自体はあ社会主義政権なんですけどもこのモン族の人たちは、まあ、社会主義とは対極にあるアメリカについて、えー、ベトナム戦争を戦ったわけなので、えー、非常にこうベトナム戦争終結を、まあまあ、窮地に立たされて、えー、隣国のタイあるいはアメリカなどにも亡命する人たちが相次ぐわけです、えー、さてベトナム戦争が <laughs> 終わったと同じ年 1975年にはパテトラオというネオラオイスタラー自由ラオス戦線の戦闘部隊でスパーヌオンという人が率いるグループなんですけどもパテトラオがラオス全土を制圧しラオス人民共和国が現在の国名になってますけどもが成立します。これは静かなる革命と言われていて。 まあ大統領はこのスパーヌウォンがつきカイソーンという人が初期長になり、まあ、閣僚評議会議長に就任し、まあ、首相を務めるそのスパーヌウォン・カイソーン体制で、まあ、新しいラオスが指導します約10年の時を経て1986年、まあ、新しい経済政策を導入し チンタナカンマイ新しい思想とラボップマイ新しい制度などによって経済それから思想社会改革を行って穏健な社会主義路線へと進んでいきますチンタナカンマイの「マイ」っていうのは新しいっていう意味ですけどもタイ語でも「マイ」は新しい同じ言葉ですね。 それから1990年代前半になるとタイとの関係を改善しますタイとラオスはこの歴史的に攻め込んだり攻め込まれたりで特にまあこの数百年はタイの属国状態にあったりしてあまり関係がよくありませんでしたしかしまあ90年代前半というと冷戦も終結をして世界中があのその 体制がこう変わっていく中でタイとの関係も改善をしメコン川にタイラオス有効橋という橋ができますこれに日本政府やオーストラリア政府の援助があったわけですけどもちょうど首都ビエンチャンとメコン川を挟んでタイ側の都市ノンカイという町を行き来できるようになりました。そして年 ルアンパワンがユネスコによる世界遺産都市の指定を受けて少しずつラオスも隣国タイに倣って観光政策を取り入れていくようになっていきます。これはあのビエンチャン市内にあります海村博物館というまあラオス人民共和国ができた時のまあ初代の首相をですねえを記念した博物館で。 この博物館の中に入るとラオスの歴史が非常によくわかると同時に近現代におけるラオスの置かれた植民地を受けた立場とかその第二次世界大戦が終結した後にラオスが社会主義国家として歩んできた歴史が非常によくわかる博物館です。 えと左の写真は1996年ですから24年前に撮った写真なんですけどもえっとこの時この博物館に入ったんですがえその入り口でえ何人かって聞かれて日本人って言いましたらあ珍しいなとあのほとんど日本人来たことがないって言ってましたまあなかなかあのラオス自体にも行く人も少ないでしょうから まあそういうことだったんでしょうけども、まあ、貴重な展示を見ましたで右の写真はその博物館前に建てられた、まあ、銅像ですけども、まあ、ラオスの人たちが独立に向けて、まあ、立ち上がることを象徴した、まあ、オブジェが立っています、えっと、これは先ほど言いました「タイラオス友好橋」という橋ですねメコン川の上にかかっています 観光客は歩いてこの国境を越えることはできなくて <laughs> えこの写真は、えー、ラオスのビエンチャン側からずっと歩いていって、えー、橋の真ん中で撮ったもので、えー、このつ、まあ、いたてがしてある向こう側もうタイになりますで、えー、ノンカイという街になりますで今はこの有効橋のほかにもう一つ第二有効橋というのがか、えー、けられているので まあタイとラオスの人の行き来や物流の往来、えー、これはあさらに活発になってきていますまたビエンチャンはあのー、まあこういうふうに答えのーま、都市と農会という町と、えー、すぐ対岸にありますので、えー、テレビ放送などはタイの放送がすべ、えー、て入りますまあそれで、えー、まあタイ あのラオスにいながら、まあ、ビエンチャの人たちは特に、えー、タイ語おについてあるいはタイの、えー、情報について、えー、非常に、あのー、熟知しているそういう人たちが多いです。えー、今日は、えーまあ、ラオスの2つの都市、えー、初めてラオ族が、えー、国を建てた中心地であるルアンパバーンと、まあ、その後首都になって、まあ、現在も首都として、えー、発展をしているビエンチャ。 この2つの都市を通してラオスの大まかな歴史をたどってきました14世紀の半ばにルアンパバーンにランサン王国いわゆる100万頭の象の国という名前の王国を建てたラオ族ですがこの人たちはタイ系所属の一つでラオスの主要民族であるほかタイの東北部にも住んでいますラオ語、まあ、ラオス語とも言いますけどもラオ語は ラオスの公用語ですが、タイ語とラオス語が近い関係にあることを「えー、こんにちは」<laughs>「ありがとう」「どういたしまして」「気にしないで大丈夫だよ」えー「ごめんなさい、えー」この4つに関してですね、えー、タイ語とラオ語でどのように言うか調べて確かめてみ、えー、ていただきたいと思います。 この課題は提出する必要はありませんが最終的なレポートの中に組み込む可能性がありますのでそのレポート云々はちょっと別にしてもこの調べてみると非常にこうタイ語とラオ語が近いことが肌で感じることができると思います。 さて、皆さんたちにとって例えば東南アジアといってもそのタイほど馴染みのないしかしタイと親戚関係にあるような国言語的にも民族的にも歴史的にも、まあ、そのラオスについて少し皆さん興味を持っていただけましたでしょうか。でさらにまあ興味を持ってちょっとどんな国かなって見てみたいなと思う人はここに参考文献を挙げていますので。 参考にしてください最初に言いましたように僕はラオスがとっても好きで何十回と訪れていますタイを専門としているのでタイも大好きなんですけどもさらに好きな国を挙げてくれと言ったら、まあ、迷いいなくラオスとううふうに答えます、まあ、そこには自然があふれ温かく優しい人たちがたくさん住んでいてとても気持ちが安らぐからです。 皆さんたちも機会がありましたらコロナが収束しましたらぜひラオスにも足を運んでもらいたいと思いますそれでは今日の授業そして今年最後の授業はこれで終わりたいと思いますもう一回ありますまた来年お会いしましょう良いお年を迎えてくださいさようなら